高野上堂は、江戸時代中期から後期にかけての受診。越後長岡藩士。一般的には高野余計として知られる。教法14年、やはり越後長岡藩士で受診であった、高野久指定の長子として誕生。上堂は、伊藤神才を思祝し、兵法に通じ、宮殿に詳しかったという。八代藩主、牧野忠宏に信任され、 忠広の子、忠だと忠義の自読となる。以降、忠だに禁じした。浄道の人物は、松平定信より、大輔は君子なりと称えられるほどであったとされる。藩主に四十六年仕えたうちの二十四年は、江戸金版であった。隠居後も、常に四書五経を講じ、兵書古礼を説き、馬術、水練、休術、砲術等を極めたという。 軍用家訓、軍中職将校その他多数の著作がある。浄土の著であるとされる、昌平や輪に見える、東商宮上位に、豪村の百姓ともは死なぬように、馬ぬようにとが展いたし、収納猿月様にとの上位との下りは、本佐六の百姓は、財の余らぬように、不足な器用にちむること道なりとともに、江戸幕府の農民政策を示したものとして知られる。 文化12年2月13日、87歳で病没。墓は、現在の新潟県長岡市西新町に所在する、超福寺。ABCDE、北越名流伊香織第2集17ページ、300半化新人明治字四44ページ。上道は、北条市長の門弟、片山良安に学んだ、長岡藩市、ま柄安暗以来の同藩における、 北北越名流伊オル第二集十八ページ、三百0班新人名時四十四ページ、北越名流伊カオ第二集十七ページ AB、北越名流伊カオ第二集十九ページ、三百0班新人治時四十四ページ、昌平屋は付録、日本経済総書、第二巻三十八ページ、江戸時代の支配と、 生活105ページ、北越名流伊香織ル第2週19ページ、長岡市164ページ、試練山本元水13ページ。ありがとうございます。